バーダレンジスベリは、ノルウェーのヌールトロンデラーグ県のバーダレンで1893年5月19日に発生したジスベリである。ジスベリ区域の地図5月19日の午前0時30分に、ベルダルセルバ川の北、スティクルスタードの東で発生した。ジスベリは、およそ1時間程度継続した。計3回のジスベリが発生し、 そのうち最も規模が大きいのは3回目の地滑りである。地滑りは時速およそ 60km の速度であったと推定されている。地滑り面積はおよそ300万平方メートルであり、崩壊した土砂の量はおよそ5500万立方メートルとされている。クイッククレーと呼ばれる軟弱な粘土が堆積してできた地盤が河川による侵食作用によって崩壊し、 地滑りが発生したものとされている。崩壊した区域における地表面の傾斜角度は10度未満であった。地滑り発生区域には250人の住民がいた。1894年には地滑りで犠牲になった人々を悼む慰霊碑が設けられた。この地滑りによって116人が死亡した。そのうちの112人は地滑りが発生した日のうちに、 死亡し、残りの4人は負傷のために後日死亡した。数百人の人が住宅を喪失した。破壊された農場の数は105に上った。犠牲になった家畜の数については、およそ600とする文献もあれば、数千とする文献もある。バーダレンは全域にわたって浸水被害が発生した。ありがとうございます。